上がっていますが、いい取り方しましたね。ここを奪ってからが早いです。愛媛川村、縦は近藤が走っていますが使わず、自ら左足でシュートを打っていく。こぼれたボールは押し込んだ、愛媛が決めた。どこに合わせるか、低いボールだ、ヘディングは茂木、ネットを揺らした。岩井、こちらが上がってきました。入ってくる、ピンポイント。愛媛が攻撃の形作れるかというところで、通ればここはチャンスになる。地元、中に近藤、そして吉田も入ってクロスボール。近いサイドだ、藤本。